やあ、刹那ケースでよ。冴えない公演を目指す楽園の僕最終回の予定。前回のあらすじ。突然の怪我により、突然の事故によりか、突然の事故により、主人公の右腕は行ってしまった。なんと全治6週間らしいです。というわけで、書けなくなってしまった主人公 POE はどうなるというところで終わったんやけどさ、一つさ、前回のパートの文をさ、編集しようときに気づいたんやけどさ、主人公の名前ってのぼるっていう名前だったらしいね前回のパートの編集しようってさ、最終話の悠久のスバルの後でさ、なんか登場人物のセリフが出てくるところあるでしょ。あのところでさ、主人公の名前出とったなよ、みたいな。ノボルティの名前だったらしいです。最終回にしてようやくわかるという主人公の名前。よっしゃ、そんな感じでやっていきます。診断の結果が出た。医者の言ってることは半分くらいしかわからなかったが、とりあえずは2ヶ月近く安静にしてろということらしい。自分の今の状態を見てみる。ギブスですっぽり覆われた右で。そして2週間の入院。幸いなことに洗面具と必要なものは店長が用意してくれてたので、なんとかなるが。右手の骨折は痛い。聞き手やもんな。いや、ギャグとかそういう意味ではないぞ。こんな手で、できることって。ロケットパンチ。はははこのロケットパンチで弱々しい声で言ってから、このさ、っていうしょぼうみたいな顔、やめろお前、つまらんボケをやっても一人か。まだ見舞いに来るやつらがいるのだったら、ギブスに落書きしてもらったりするんだが、窓から外を見ると、春先特有の暖かい雨が降っていた。もうすぐ春か。それから数日後。はいよ。先輩。あ、来たー。癒しのエンジェル、高橋さんがやってきましたよ。こんな、すごい、かびらしい声をしながらやってきましたよ。後輩の元気のある登場。あなたの元気な後輩、高橋明ですよ。毎回そんな挨拶をしないと会えないのか、お前は。隣に置いてあるスイッチを手に取ると、後輩を牽制する。そう。ナースコールと言われるものだ。いや、限界だ。おすすめ。ひどい。ああ、すまなかった。せっかく来てくれた後輩のために何か出すかな。お構いなく。とりあえずお茶漬けでいいかな。それ、今日の茶漬けって演目じゃないですか。何の話をしてるんだ、この二人は。よくわかったな。しかも実際に京都に来てそれで追い出す店はあまりないっていうので有名な。さすがに俺もそこまでは知らなかったかな。何の話をしているんだ。一般常識ですよーという後輩。どうやら自分の知らぬ間に一般常識もだいぶ変化してようだ。それにしても右手ですか。大変ですね。そうだな。右手が不便だと大変ですね。なんでそこを強調してくるのかな、タッカロシさん。別にシモは困ってないからな。まさか先輩、ナース届いて夜の秘密検診やってるんですか。その想像力はどこから。ほら見てごらん、僕のバイタルサイン、とても不整脈ですとかやっちゃうんです。その想像力を別の場所に使えないのかね。私というものがありながら。君というものがありながら。私お、強調してますね、高梨さん。高梨さんは自己アピールが上手ですね。いつ誰がお前のものになったのかな。不満そうな声を上げる後輩。ああ、この後輩も引きこもりだったはずなのに、めちゃくちゃ積極的な女子になっちゃって。後輩、
もともと左利きだったが、現在は矯正して右も扱う両利きなんだ。あ、そうなんじゃ。むしろ左利きだったんだ最初。鉛筆とか細かい動作は無理だけど、大まかな動作は余裕で動くんだよ。だから心配せずとも一人でやれるさ。ほうほう、日常生活は問題なかったタイプ。そう言いながら後輩は持ってきてくれたお見舞いのみかんを左手だけで器用に剥く。すげえな。え、そもそもみかんって片手で剥けるもんなのか。え、俺右手一つでは無理だと思うんやけどな。え器用やな、トゥンク。それなら仕方ないですね。でも何か必要なことがあったらいつでも呼んでくださいよ。どうして頬を諦めてるんだい君。ちょろい。なあと結構美味しいなこのみかん。みかんの感想はいいわ、ま、どうでもいいよ。こんなことになったらな、私が先輩の右腕として頑張りますから。ニコニコ笑顔の後輩、それってやばい意味じゃないだろうな。右腕の意味がおかしな言葉ではないことを祈ろう。なんだ、マフィア的な意味だろうが。おい、ありがとうな。先輩が出れば、まさかこれってアキラちゃんへの、アキラ大勝利、希望の未来へレディーゴーなの。なぜ G ガンダム入ったんお前。なーに言ってるんだおめえ。それよりも作業の方はどうなってる。入院してからずっと気にかかっていたことを聞く。空いた分の仕事、代わりが伝わらない部分、どうなったのだろうか。まあいつも通りと言いたいところですが、もうすぐ公開にかかってるので、さくらさんが最後の追い込みにかかってますね。そうか、そうか。あ、同じこと言っちゃった。主人公と同じことを言っちゃった。あ、スチレの方は10枚の原画中7枚は線画になっていたのを、弟さんが色を下塗りしてくれてるんで、そこは大丈夫なんですけれど。弟、なんかアシスタントみたいになってるな。残りの方はと言って口ごもる。仕方がないので、立ち絵の拡大縮小を多用した演出でごまかすそうです。ああ、代表の方に入るんじゃな。確かそのうちの一つって言ったら一番最後の CG ですね。私の中で割と重要視していたところです。それこそキャラクターの中の人が大勝利みたいな人、った未来へレッツゴーみたいな感じのやつだろ。そんな感じの一番いいところだろ。あ、どうした。先輩を責めているわけではないですよ。大体これは立派な事故なんだし。事故に立派も下手くれもあるか。今から左手で書いて間に合うと思うか。左手に転向はメジャーやん。メジャーの第二シーズンやん。本田五郎から重野五郎になった時に、ね、左利きになったのよ。そういう話じゃん。真面目な顔になる。正直な話を言っていいのならやめてください。ストレートにきつい一言。分かってはいた。だがやはりそれを言われるのは結構きつい。そうだよな。確かに利き腕の変更で絵を描けはするかもしれませんが、それでも線のブレなんかは分かるものだと思います。同じ人でも右手と左手じゃ癖が変わってくるんやな。多分さくらさんならそう言いますよ。でも先輩がそんな絵を出していいと思っているのなら私は止めません。けどまあ他のメンバーがどう思っとるかよな。けれど正直そんな絵を載せるくらいなら諦めてくれと言います。中途半端なものになる。そういうことだろ。それは後輩として、それとも愛人として、シナリオ担当ピオとしてです。後輩の顔が真剣になる。そういえば元々の顔はこんなにキリッとしたことだったな。最近の行動のせいで忘れていたぜ。最近はちょっと残念でありながら可愛いところは可愛いというそういうタイプの後輩だったもんな。そうか。そりゃフリーゲームなのだから線がブレたのを出したところで別に誰も咎めません。でもそんな絵を乗せて先輩は満足できます？あなたはそれでいいと思ってますか？微妙な空気が流れる。確かに後輩の言う通りだ。明らかに歪んだ線になるというのはすでに試しているのだから。ゴミ箱の中に入った大量の紙くず。うわ、結構どうにか努力しようとはしとったんじゃ。
これは試しに左手で描いた。描いてみたいろんな絵の残骸。なぜ、何枚、何十枚、何百は言い過ぎとして、やっと人に見えてきた感じがするような気がするイラスト。まあ、仕方ないよな。努力した結果だった。しかし現実は、やっぱり。右手から左手に変えるのはさすがに、この短時間では無理。明るく答える、俺。そうですよ。先輩はとりあえず体を治すことを考えてください。少し驚いた様子を見せたが、すぐにいつもの後輩になる。そうは言っても、くっつかないと意味はないんだがな。二人して笑う。これでいい。これでいいのだ。暗く考えても仕方がない。だから、明るく行かないと。おっと、もうこんな時間、そろそろ帰らないと。もう帰っちゃうの？もうちょっと行ってよ、高橋さん。ぶっちゃけ、主人公一人になったら、絵面的に可愛さが足りなくなっちゃう。何か急ぎの用事でもあるのか？最近、お母さんに頼んで料理を習い始めた。マジか！高橋さん、料理始めたの？女子力高なるな。なんだ、一発目に何習うのか？ピザでも作るのか？一応引きこもり時代から自分で食べるくらいのものはやってましたけど。カップ麺？どうせならちゃんとね。ちゃんとしたカップ麺？何がねなのかはわからないが。そうなのか。じゃ、頑張れよ。はいと元気いっぱいな返事をすると、後輩は家路に着く。残された俺は。そうだよな。6週間経ってギブスが外れたとしても、そこからうまくリハビリかけるのに早くて2週間はかかるだろう。もう完成直前なのだ。それを俺のためだけに伸ばすのはいけないことなんだ。それでもあと少しだったのに。制作が面白くなったところだったのに。辛い、これは辛い。目の前にゴールが見えてきとったのに、そこで不良の事故。わあ、さくらさんおったのね。これはリーダーとしてもなかなか辛いと思うんがある。さくらさん、ここで宣伝入ってくれ。最終回でも音が目立ちぐらいに宣伝が入ってきます。あ、なんかお前見たことある。お前ちょっとあれお前ちょっと使い回しじゃなかった？今の使い回しだっただろお前。最目の有給スバルのキャラクター次買い回しただろお前。おい、コロナも放送を見てる作者、見てるなら返事をしろ。使い回しだろ、正直。確信犯だろ。そうだよな。作りようよな、今。ツイッターでも画像とか流れてきても見よるよ。完成したらやってみたいなって思いながらも。お世話になりました。うん、ギプスはまだ取れていないんだから気をつけてな。ああ、退院したんじゃ。おい、あと入院してるおじいちゃん集団に孫だよと言ってもらったお小遣いも返してやんなさい。気難しい源さんが喜んでいたからのしとしましょう。詐欺師だよな、これ詐欺だよ。ある意味不本意だかなと言いながら笑う医者。冗談のつもりだったんですけど、皆さん思いのほか信じちゃって。俺お酒がなくならないわけだわ。うん、まあとにかく元気でやりなよ。はい、お大事にね。先生も。この5日後、先生は死んだ。挨拶をスマイルするとキロかな、キロちゃうな、キトとつく。
まあ別段誰かが迎えに来てるわけでもないしな。後期もまだ学校だしな。まあ来てもしょうがないから来なくていいとは言ってるけど。え、酔いのって、酔いのってお父さん、親父入院したそうだ。ちょっとした骨折で検査入院だよ。だから心配するようなことじゃないから。ああ、空気がやっぱ悪い。そうか。せっかくだから家まで送ろう。お？あ、意外なことは。いや、あ、いや、それはありがたいから、その頼む。お？あ、こんな絵描けてるんじゃ。このイラストレーターの人、こんな絵描けるんじゃ。あ、意外とリアル、これ。何の車だろう、どこのメーカーの車だろう、これ。静かすぎる。考えてみれば、親父と二人でいるのって、いつ以来だ。母さんのこと。あ？母さんのこと、覚えている。忘れるわけがない。優しさ、優しかった母さん。俺が悪いことをしたら原骨で叱った母さん。いろんな母さんの思い出があって。これは。あ？手紙？母さんから、お前が二十歳になったら渡してくれと頼まれていた手紙だ。母さんが？なぜこのタイミングで？普通のチャブート。縦長で、なぜか、開き口の方に可愛らしい少年の絵が描かれていて、封筒を取り出すために開けると、首が取れてしまうことになるのは、ジョークのつもりだったのだろうか。この雰囲気でジョーク言われてもさ、ジョークに聞こえないよ。なんだ？お前もこうなっちまえって言いたいのか。それよりも、茶封筒はないだろう。大事なのは手紙にするのなら、白い便箋とかにしようや。中の手紙を開く。おい、やめろ、その言い方。その言い方やめろ、緊張感なくなるやろ、お前。カルー！いや、それ以前ね。なんで英語なんだよ。え、なんだ、最近ハワイに 4泊6日ぐらいで行ってきたんか。ツッコミが綺麗に決まったことを信じて。こんにちは。二十歳になった息子よ。お前、未来王子ができたのか。やばい、これは宗教に勧誘されたやつだな。今度はネタ通用するかわかりませんが、とりあえずボケてみます。そういう前振りいらないっす。元気にしてるかい？ご飯食べてる？お風呂にする？それとも私？自分の土地を考えろ、ババア。なんでだよ！母さんってこんなキャラだったっけ。このくらいにしておいて。地獄の前座だったわ、これ。普通に書こうとすると手が止まっちゃうので、普段通りの言葉で書きます。素なのかよ。最初に一言、二十歳になったあなたに会えなくて本当にごめん。お？母さん、あなたが赤ん坊の時にあなたの大好きだった卵ボールをつまみ食いしたこともごめん。しょうもな。おい、あなたが5歳の時に怪獣の人形が欲しいとねだったのを、怪獣の人形ジュゴンと間違えて買ってしまったので、これは怪獣の新キャラだからと嘘ついてごめんなさい。ちっちゃ。やはりあれ嘘だったのかよ。そのせいで友達にバカにされたんだからな。そして今まで私の子だって思わせてごめんなさい。わ、ちょっと、いきなりガチを入れてくるのやめて。さっきまでの、さっきまでの二つの、あれ、ごめんなさいがさ、すっごいちっちゃいのでさ、いきなりドーンって出かかったよ、ね。やめて、
近所の小さい山を登って達成感です。いやあ、じゃあ次は富士山行けるだろうみたいな感じで、もう思いっきりやめろお前。え、私は本当の母親ではありません。幼馴染だった。お父さんと結婚してすぐに病院で診察してもらった時に、私の体は子供が産めるような体じゃないと言われました。そのためにお父さんに別れてくれとお話を持ちかけたのですが、何度も断られました。お父さんは何度も私に養子を取ろうと言ってくれましたが、それはダメ、お父さんは子供を作れるんだからお父さんの子じゃないと、と言って私が聞かなかったのです。はあ、そんな時に偶然知り合った人がいました。それがさよこさんだったっけ。みさこさん。違った、ごめん。違った、ごめんなさい、忘れてたな。義理のお母さんの名前忘れてたな。さよこって誰だよ、さよこって。まあ、みさこもさよこも似たようなもんだろう、やっぱり。身寄りがいなかった彼女に、私は住む場所を提供する代わりにお父さんの子供を産んでほしいと頼みました。はあ、美佐子さんは驚きながらも了承して、生まれた子供があなたです。それからは美佐子さんを入れた4人家族として過ごしていましたが、惚れた男ができたから悪いが出ていくという彼女の意思を私たちは尊重して別れました。あ、別に喧嘩別れとかじゃないからね、そこら辺勘違いしたらダメよ母さん。それで寂しくはあったけど、あなたがいたから私は強く生きれました。私にとってあなたはとても大切な子供で、できればもう少し、いや、もっと長く生きたかった。え、母さん全然裏切られてなかったんや。むしろお母さんの方が望んで、美佐子さんと、美佐子さんとくっつくように促したんだ。妊娠したあなたの姿を見たり、あなたのお嫁さんをいじり倒したり、あなたの孫に嘘を本当のことのように教え込んだり。ろくでもないことするんじゃねえ。やめて、感動的な BGM にそういうツッコミ入れるやめて。したいことがあったのに、これからはできない。ああ、そういうちょくちょく入れられたらさ、泣くにも泣けないんだよ。やめてよ、情緒おかしくなっちゃう。なんかさ、泣き芸のヒロインになった心境でね。お前、いい加減にしろよお前。今俺の感情の起伏が激しすぎるぞお前。あれ！でもね、ゲームと現実は違うってこと、それだけは覚えておいて。うん、それをゲームで言わないでくださいね母さん。初めてのエッチで少女の女の子を生かせられるほどの技術を持ってるってありえないからね。しかも初エッチで後ろに入れるとかもしちゃダメよ。あ、生々しいなこのお母さん。それよりもあなた、まさか同居だったりしないわよね。ゲク！やらはたなんて言わないでよ。あ、でもね、でもね、お母さんまだ手出してないだけでさ、童貞卒業できるあてはあるんだよ。しかも、二人も。高橋さんと、さくらさん二人。一人なんてこと言うんだ。どうしたお父さん。息子のよ、いきなりのツッコミにだいぶビビってブレーキを踏んじゃった。ごめん。今生体にものすごいツッコミを入れていることを期待しつつ、なんでちょいちょい、なんでちょいちょいエスパーできてるんだお前は。私もうすぐ亡くなります。まあまだ生きてるけどね。お父さんには私が死んだら3年は喪に伏せって言ってるから。影武者徳川家康かよ。いや、誰だか分かるんだよ、そんな値段。俺は分かったわ。だからそれ以降に再婚しようが勝手なのだよ。だから文句はたとえ息子でも許さないぜ。
いいのかよ。私は死んでる。もういないんだ。まだ生きてるけどな。ダメじゃないか。死んだやつが出てきちゃうって。ザビーネが出てくる。ザビーネが。それをいきなり飲み込めとは言わないんだが、時間をかけていつかは分かってやってほしい。そして本当のお母さんのことも愛してやってくれ。私は偽物のお母さんだったけど、お母さんというのに恥じないお母さんだったと思う。だったよね。ね。ごめん、ちょっと薄れた。でもあなたを産んだお母さんもあなたを愛して産んでる。それだけは間違いない。私が認めた女性なんだ。息子のあんたもいい子なんだよ。それを悪く言うやつがいたら、相手が総理だろうが殴ってみせろ。だから私の死をどうか悲しまないで。私は幸せだったんだから。こんな体にした神様にあって一つだけ言わせてもらうんだ。罰金神様、私は不幸だけれどとても幸せな存在でしたってね。口悪いけどその通りやな。って何か書きたいことありすぎてわけのわからないことになっちゃった。とにかく私が言いたいことはだな。最後の紙を通せる。そこには筆ででかく書かれた言葉。ずっと愛してるぜ、かわいい息子。ファンキー母さん。この手紙はいつ書かれたんだ。亡くなる10日前になる。そっか。これを残してあと10日末永く幸せに暮らしたんやな。末永くではないけど。随分とファンキーな感じの文章だろ。思ったよ。てか口に出しちゃったよ、ファンキーって。正直戸惑ってる。母さん、息子の前では猫をかぶっていたらしいからな。なんでそんなことを。いやなんとなく想像はつく。母さん曰く、息子にかっこ悪い親だって思われるの恥ずかしいし、なせる。はあ、母さん。ついこの間、後期に対して似たようなことを言ってたので、やはり子供は親に似るのだろう。父さんも残念は再婚しないというのを破って一生しないつもりだったんだ。だがな、手紙が来た。手紙？美佐子からの手紙だよ。そこには結婚した旦那さんのこと、その消防士だった旦那が仕事中に亡くなってしまったこと、そしてその間に生まれた子供のこと。それが後期か。子供、後期のことか。生きる気力をなくしたので私は死にます。でもこの子だけは連れていくわけにはいかないので、どうかこの子を育ててもらえないかという内容だった。はあ。美佐子はまだ知らなかった。あの手紙が来た時にはもう亡くなっている。はあ。次の日に会いに行った。そして母さんが亡くなっていることや母さんが心配してたことなんかを話して、死ぬくらいなら息子に本当の母親だということを言ってからにしろって言ったんだ。それで再婚の流れ。正直すまなかった。お前にもっと早く打ち明けていればこういうことにはならなかったのか。いや、そこは謝るところじゃないよ。むしろ今まで話をまともに聞こうとしなかった俺の方が問題だったのだ。しかし、あれだ。どうした？この間の女性。ああ、さくらさんか。めっちゃおっぱいでかいやろ。この間の女性、あの人ってどことなく母さんに似てるところがある。そうなの？大丈夫。どうだ、頭ぶつけた。なんかええってなったんだろう。大丈夫。母さんと似てる。そうかな。そうかも。そうだな。お母さん、そんなにおっぱいでかかったの？ああ、なるほど。だからあの時、さくらさんのおっぱいに、生まれに行ったんは、母性を感じたからなのかな。ああ。着いたぞ。ああ。それじゃあ、
さん、うん、次の休みに実家に帰ってくるからさ、母さんの墓参り行こうぜ。お、美佐子さんと後期も連れてさ。そう言うと全てを察しのか。二人とも喜んでくれるさ。それじゃあ。発進する車。俺は姿が見えなくなるまで手を振って見送った。車は離れていく。でも心は近くなった気がする。てか、とうとうな和解する時が来たか、分かり合う時が来たんやな。病院から帰って真っ先に BC の電源入れるってどうよ。と言ったらダメ人間ぷりはともかくとして、右手が使えないと左手全部しないといけないから大変だな。FPS のゲームとかもできないぞ。やらないけど。さて、Cボードにログインするか。久しぶり。お前とも付き合いは長くなりそうだな。あ、もう改めてよろしくな、相棒。ログインするとそこにはいつもの口の悪いあいつがたむろしていた。おや、あなたが入ってきているということは。ああ、今日無事に退院したよ。それは何より。どうした？黙る。なんかこれってこんなパターンの状況多くね？どうだ？出来の方は。ちょうどいいタイミングで戻ってきましたね。いいタイミングってことは？ええ、今日出来上がる予定になっていますよ。それはいいタイミングで帰ってきたもんだ。完成したんじゃ。あ、主人公を抜きでどうにか完成でこぎつけたんやな。そっか。それと、どうした？まだ何があったん？主人公がおらんかったけん、高橋さんと桜さんが発狂し始めたんか。帰ってきて、帰ってきてって壁にどん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 頭をぶつけるようなそういう日々。なんかその響いている音が聞こえるチャット。ん？私はあんたが POE に入った時から、ずっと勘違いをしていました。勘違い？ええ。どうせ A 氏なんて入ってもすぐに飽きて辞めていなくなってしまう。こいつもどうせ消えるんだろ。責任なんて持たなくていい、全くの素人なんだからな。ってね。確かにな。それはお前がそう思っても仕方がないさ。え？意外そうな顔で見る親方。だってさ、言う通り本当に俺は素人なんだからな。でもよ、最初で裏切られたからって全員が全く同じってわけじゃないと思うぜ。ええ、はっはっはっは。なんだよ、失礼。そうですよね、あなたの言う通りです。どうやら僕はあまりにもひどい環境にいたために他人を信じるという心を忘れていたようです。信じることを忘れてたか。確かに俺もその、この数年はそうだったのかもな。気にすんな、俺は気にしてないんだから。それなら僕とお友達になってくれませんか。おお、このタイミングで。意外、向こうからそう言ってくるとは。ダメですか。ダメじゃねえよ、もちろんさ。ところで、親方、前から気になってたんですけど、この、なんとか親方のなんとかの部分、なんて読むんですか？前から気になってました。友達になったんだから教えてください。なんて読むんだよ。あ、ピオちゃん！あ、ああ、先輩、退院できたんですね。おめでとう、おめでとう。言いながら、俺の周りをぐるぐるする。犬じゃないだから、少しは落ち着け。鉄腕の友の鉄みたいな、なっとる。はい。そういえば、先輩、知ってます？今日、ゲームができるって話なら、親方から聞いたぞ。
ああ、自分が伝えようとしているタイプだ。自分が伝えたかったタイプのやつじゃ、親方。おい、それはピョーちゃんにとってあげなよ、後輩なんだから。親方くんに先を越されてしまった。別に先にやってやろうと思ってやったわけでもないんですがね。ふんだ、親方くんなんて大嫌い。子供ですか、あなたは。こら、仲間なんだから仲良くしないと。ブーブーじゃねえ。ああ、さくらさん、こんばんは。姉よ。おお、退院したのか。ええ、バッチリしました。そうか。じゃあ各口に出来立てのゲームを渡すからプレイしてみてくれ。わあ、できたんですね。ああ、どうした少年。主人公が関わらんかったところでどういう感じになったんだろう。いえ、できたのかって思って。声とか入ってないバージョン 1.00 ってやつだけどな。声も入れるつもりなんじゃ。それじゃあやってみますね。ああ、ああ、こういう感じで入るんだったな。もう読むのめんどくさいんでね。まあ、おのおの、止めたり再生したりを繰り返しながら読んでね。これパスできるかな。あ、でもみんな読みたいかなって思うんで、ちょっとあえて止めません。あえて止めませんよ。あ、エンディング、これ。何これ、渋いやつ、渋いエンディング。何これ、なんか思っとったエンディングじゃないわ。わー、突然曲調変わった。何この感動的な感じ。なんか映画のエンディング見ようみたいな感覚で、これ。ちょっとスタッフロールに雑用とかあるんやけど。サブキャラシナリオスプリット雑用。勇気のスバル。シナリオピオ。ああ、ちゃんとこういうゲームの内容のところが。もやかしのマジック。ノスタルジー。わあ、おっぱいがどんどん迫ってきている。わあ、バーン、確信犯。
分かってらっしゃるな、確かに。狙ってきてるな、これ。わあ、映画を一つ見た気分じゃ。主人公笑った顔、いいよね。確かに。あ、すげえや。動いてるよ。俺の描いたキャラが、動いてる。すげえよ。本当に。それから数日後スバルの一部が公開した記念といたしまして、まずはリーダーの挨拶。あ、そうだった、リーダーだったな、主人公。先輩。え？あ、俺か。登る。お前だぞ、登る。最終回だから下の名前で呼ぶぞ、登る。ぼーっとしてた俺の背中をさくらさんがバシッと叩く。シャキッとしなよ、少年。そうだよ、兄さん。何を言ったらいいのかわからないけど、正直な話、制作って何をしたらいいんだっていうところから始まって、そしたら POE が空中分解しそうになって。そうだな、確かに。今度はいきなり自分がリーダーになってシナリオを募集して、なんかいろいろあって、いろいろありすぎてさ、ゲームスクイーを描写でもそのいろいろの方が多かったもんな。大変な半年だったんだけど、今は充実した気持ちでいっぱいで、そりゃ最後の最後で腕の骨がいっちゃって仕方なく諦めた部分とかもあるけど、うん、今純粋に作るのって楽しいなって思います。さくらさん、あなたがいて本当に助かりました。ああ、この人と出会ったことが最初のきっかけやもんな。アキラ、シナリオ良かったぜ。いやー、これはデレ、デレなの？デレです。コキ、うん、とりあえず今日は実家に帰るから。だから一緒に帰ろうぜと言う。あ、それじゃあ乾杯。お客様、注文を先にしてから乾杯するでやがりますよ。すいません。先輩の土下座も見慣れてきましたね。見慣れちゃダメなやつだな。まだまだ続くらしいです。いやー、めでたいですね先輩。しかし、お前こんな時でも制服で来るのな。一回くらい私服の姿見せろ。コスプレ専門キャバクラか何かかな。それだったら今度先輩の家でバニーちゃんにでもなってあげましょうか。マジで？登る、お前俺の呼べよ、登る。マジで？それなら大歓迎だよ。ほら。おっと、さくらさん嫉妬してるな。じゃあさくらさんもバニーになっちゃえばいいよ。不純性行為を禁止。だいたい高梨ちゃんは受験生だろうが。あ、そうだったな。この間の模試で十分合格できる範囲になってるのでご心配なく。ちゃんと勉強してるんだな。スカートのポケットから模試の結果を取り出す。そんな中に入れておくなよ。すげえ。へえ、これが模試のか。一応引きこもってた時もちゃんと勉強はしてたんですよ。結構優等生なんじゃ。君、本当になんで引きこもってたの？いや、学力と関係ないぞ、そこ。本命は別にありますけど、先輩が通う学校も受験するつもりです。え、それならマジで後輩になるの？名実ともにってやつですね。はあ、
後輩は怪しげな笑みを見せる。あ、学校まで追いかけてこられるのか。何かロックオンされてる気がするが、わからないふりをしておこう。しかし、それにしても、どうしたんだ少年。まさか親方が。ほう、打ち上げですか。ああ、みんなで集まって完成祝いをしないかって話になってな。それは何て読むんだ親方。これ何て読むんだ。しかし参加するわけにはいきませんね。それは場所的なことか。関東とかだったら絶対無理だろうしな。地方民の辛いとこだぜ。ええ、それと、何かあるのか。僕は?まさか、あいつが小学5年生だ。そうだったんじゃ。小学5年生の喋り方ってなかったな。いや、喋り方に関して俺の彼さじ加減やけどさ。道理でわけのわからない自信に満ち溢れているわけだよ。ああ、挫折とか経験してなさそうな年頃やな。どっちかって言ったら将来いける自信満々みたいな、ガンガンいけるタイプのあれやな。全能感というのは子供の時に持っているものだが、まさかリア小、かっこリアル小学生だったとはな。ほう。あいつは天才。何気にその年であれだけやれるのは天才かもしれない。経験値が少ないはずやけんな。音楽に関しては小学生の域は超えてるから、マジで将来音楽家になったりしてな。今のうちにサインを今日っておくかな。いっそそのことを一度会って写真とかでも。とにかくさくらさん、あの時と同じ軟骨唐揚げとビールを飲んでいた。次は何作りますに、それとも別作戦、子供、完全オリジナル、俺たちの子供。しばらくは仕事が忙しくなるから今はちょっとパスかな。少年の腕が感知する頃には再開する予定だ。あ、そうか、まだ感知はしないやな。そうなんですか。少年、勘違いするなよ。勘違い、仕事が忙しいからちょっと制作はお休みするだけであって、またちゃんと作り始めるんだからな。うん、そうですね。とりあえずこれが終わったから、たまった見てないアニメとかも消費したいしね。そういえば俺も今期のアニメを録画するだけだったな。何はなくてもリアルが最優先、私の持論だからな。ビールを片手に豪快に笑う。この人は本当に、おっぱいが揺れる揺れる、思わず笑みがこぼれる。どうした、いきなり BGM を止めて。 BGM を止めたからでは何か重要なことを言うんじゃないだろうなお前。いきなりこんなことを聞くのも今更なんだが。え、どうしたどうした。少年の名前ってなんて言うんだ。え、ごめん、俺先に登るって言っちゃったな俺。半年近く一緒に過ごしてまだ分かってなかったの。言われてみれば私も先輩の名前って知らない。あ、ごめん、ね、おい、じゃあ俺知らんふりしとくわ。あれ、シリコの名前ってどんな名前だったっけ。え、あれ、ああマジか、落ち着け。で、コウキ、お前も俺も知らないからって言うじゃないだろうなお前。それは知っとかなあかんぞお前。楽園とは青い鳥のようなものである。ツイッター、どこにあるのか探し回って気がついたら今いるそこが楽園だった。幸せって意外と近くにあったりするものだぜ。いいか、俺の名は、君の名は、え、さあ、あれ、名前は。あー、やばいわー。